安全な場所に。
It's the... それで、次はどこに連れてってくれるんだ？どうした？ここの地脈は、旧市街地に繋がってるらしい。は？ちょっと待てよ。地脈は旧市街地からここに繋がってたはずだろう。おい、見ろよ。
たレブナントはクイーンの哀れな不物か。いいか、シエリー。情けは無用だ。下肉体が滞留している、いや囚われているのか、この空間に。こいつをケツ、なんて大きさだ。待て、様子がおかしい。再生をコントロールしているのか。壊す、あの血液。楽しくなってきやがった。
べきことではないのかもしれません。それでも私は、私を同行させていただけませんか。本当ですか。ありがとうございます。よろしくお願いします。自分と戦い続けていたのか。なんてやつだ。今まで気づかなくてごめん。今お姉ちゃんが行くから。ニコラの時と同じ。
エミリー。無理をするな。ここは俺たちが。冗談だろ。たった一人で。辛かったよな、エミリー。苦しみから解放してやる。もう少しだけ待っててくれよ。気を引き締め。よく耐えてくれた。安心しろ。お前の死骸は俺が代わりに。気を引き締めて。向こうの遊ぶ声、
屋で一人耳を澄まし君は鍵の音待っていた温めるたびに忘れゆく消えた記憶見えなくなる君がその エヴァ。エヴァが元の姿に。侵害の侵食を免れた。すぐに対処できたことが功を奏したのか。ありがとう。あなたがちぎれた心をつないでくれたのね。エヴァ、なんと言ったらいいのか。何も言わなくていいの。もう少し一緒にいさせてくれるかしら。ああ、もちろんだ。
でロストにまだ追いつけます。霧が消えない、まさか耐えたというのか、あの数の侵害に。死にそうだ、この手でとどめよう。まだわからないのか、お前たちもその目で見ただろう。外の世界にはびこるあらゆるものを食らう化け物の姿を。あの存在がレブナントのさらなる力の糧となる。進化こそが至上の命題、主としての使命であり望みなのだ。愚かなグレゴリオはそのことを理解できず、赤い霧という檻を作り研究を凍結して殻に閉じこもってしまった。檻の中の脆弱な化け物を駆逐しただけで慢心し、進化の歩みを止めてしまうとは何たるか。その結果、化け物どもは悠々と進化を続け、やがてレブナントをも超越した脅威へと変貌を遂げたのだ。知る由もないだろう。赤い霧という檻がいつしか外の脅威からお前たちレブナントを守る防壁に変化していたことを。お前たちはグレゴリオに守られていたのだよ。全くの偽善、ヘドが出る。さあ、もうユニカゴは必要ないだろう。共に進化の階段を登ろうではないか。そのためにさらに多くの命を犠牲にするつもりかよ。そんなこと許されるはずがない。進化の速度についてこれない劣等に生きている価値などない。ザレ事を必ず止めてみせる。今を必死に生きている皆の努力を、継承者たちの覚悟を無駄にはしない。What up?
天外がシルバの制御を失って、どうしたのみんな。侵害が